シ根坂峠シ根坂峠は、山形県最上群金山町と真室川町の間にある峠である。標高410メートル。久保田藩初代藩主、佐竹義信によって整備されて以来、宇州街道の一部として、出羽各藩の参勤交代の道としても使われていた。名は、峠の金山町側にかつてあった、主根坂地区に由来している。この地に伝わる伝説では、 江戸時代初頭に、戦を逃れた、矢島藩の姫君とその従者が恋仲になり、雷雨に見舞われてたどり着いた峠の頂上近くにあった、宝の木のそばにあるホラー穴で関係を持ったという。このことを歌った、里唄も伝承されている。また、峠の間室川町川を流れている詩を、根川の天下に由来するという説もある。1878年、初代山形県令。 三島道常によって、県内の他の難所ともに朱根坂峠も改修され、五月振動として車道化が行われた。1880年に竣工し、翌1881年には、明治天皇が東北行工事に通過した。新のぞ地区に明治天皇故障継所費がある。朱根坂水道を覆う本線が開通すると鉄道が交通の主役になり、 車道の通行量が激減した結果、峠道は次第に通行が困難になるほど荒れ果てていった。大宇本線は朱根坂峠を避けて、新城から及びくらいまで真室川沿いに迂回しているため、経路から外れた金山町にとって、国道の存亡は死活問題であり、道路交通が再び脚光を浴びるようになった昭和以降になると、峠区間を改良し再び幹線路として、 使用可能にするよう国へ陳情を繰り返した。その結果、1956年から改修工事が始まり、1960年10月6日にシュネ坂水道を含む振動が竣工した。これが現在の国道13号である。さらに時代を経ると、振動も次第に交通量の激増を支えられなくなってきた。道路交通を復活させた立役者であるあるジネ、ね。 坂水道も高さ3.6メートル規制に加え大型車同士がすれ違いできないほどの強小腹印であり国道13号最大の難所とされ物流トラックの動脈としては致命的なボトルネック区間であった水道前後の区間も狭い腹印、急カーブ、急勾配が連続し連続雨量150ミリメートル以上で通行止めとなるしかもこの区間が 普通になると、迂回路となる、山形県道35号マ室川酒川線が2010年まで、大型車が通行禁止だったため、大型、大特車は、新庄市から国道47号、国道108号を経由せねばならず、新庄市から湯沢市小月の間で、実に80キロメートルもの遠回りを仕入れられていた。そこで、将来的に、東北中央自動車道の一部になる、 主に坂道路のバイパスが作られることになり、2005年に全長2944メートルの新種根坂トンネルを含む5キロメートル区間が2008年に全線が開通した。これにより大型トラックは種根坂水道経由のアイロを通らずに済むようになり、またルートが複数化したことにより一方が全面通行止めになった場合でも鬼神戸、道路周りの迂回をせずに済むようになった。 サルハネ水道、シュネ坂水道、ノゾ水道、山形県道35号マムロ川酒川線の大型大特車通行禁止区間は、マムロ川町新町から道町側のうちの区間で、理由は、同区間にかかる八時期台橋が福井4.5メートルの1.5車線道路で14トンの重量制限が課せられていたためだった。この規制は2010年代になってから、 当該剣道のバイパスが整備されたことで解除された。ありがとうございます。